はい。ファイナンシャルプランナー藤井です。え長、ー、島さん、えー、いつもありがとうございます。えー、っと、まあ、更新をね、していただいたということで、えー、御礼のね、ビデオメッセージになります。えっと、北海道、行く行く詐欺して、申し訳ございません。えー、なかなかね、こう、ちょ、家族で行こうかなと思ってたんですけど、 うんそ家族とのスケジュールを待ってたら全然行けないので、2019年は必ずね、まあ僕一人でも行こうかなと思ってます。まあせっかくなんでね、なんかこう家族でっていうのも思ってたんですけど、まあ言い訳はいいっすね。はい、必ず行きます、はい <laughs> えー。ちょっと寒いのは苦手なんですけどね、寒い時期にご飯も美味しいというのもあるので、なんかどっかでね、行けたらなとは思ってます。必ず2019年行きますんで、えー、またね。 えー、美味しいラーメンも食べさせてください。はい。で、えっと、単純に僕すごい思うのが、こう、まあ、 あまりこう、長島さんもね、チャットにこう、ちらほら見える方じゃないので、どうしてるのかなと思ったりもしてるんですけど、どうでしょうか ?2018 年僕は役に立ってますでしょうかはいえ。個人的にはこう、大丈夫かな役に立ってるかなと心配なところもあるんですけど、えー、まあ、更新をしていただいたというところもあるので、えー、何かしらのね、価値は感じていただけてるのじゃないだろうかと。 おいうふうに思う次第でございます。はい。まあ、えー、気も変わりましたので、またポートフォリオの話だったりとか、えー、まあ最近どうなのみたいな話だったりとか、まあざっくばらにね、こう、まあ今度は個別でできたらな、なんていうのも考えてますんで、えー、その量ね、ぜひよろしくお願いします。そして1月になると、しのきさんの方からですね、また、その、 2019年度版のチャットのご招待がございますんで、えー、そこでね、また入ってきていただいて、えー、発言等もしていただけると嬉しいなと思います。では、えー、またね、来年1年間もどうぞよろしくお願いします。さよなら。バイバイ。